こんにちは、あやです。はい、今回は衝突防止、車をぶつかるかどうかのやつね。ピピピピってやつ。そう、それをやるの。そういうの模型があるよ。はいはい、これ何だと思う？アイサイトって書いてありますね。お、アイサイトって書いてある。これは衝突防何何まあ車の後ろだよね。そうですね、まあそうですね。これで突っ込んでみようってやつや。はいはい、突っ込んでここにぶつかるかどうか。あー、ピピピピピってあのよく CM とかである。そう、それを今から実演するんだ。おお。うん、ちょっと楽しみね。それは同調できるんですかね。なんかできる、ちょっとわからんけどね。うんうん、言ってくれてます。あ、同調できるんだったらいいな、これ。またキャー言うだろ、あやちゃん。いや、我慢します。お、本当に。あ、じゃあ視聴者の皆さん、はい、あやちゃんがキャーって言う人。めっちゃ、ちょっと撮ってください、撮ってください。みんな手挙げて。私も。それじゃあ、はい、じゃあこれちょっとね、体験してみたいと思います。はい。はい、まずは、外からのやつ。そうですね。はい。こちらにあります、対停止車両の、に対する、アイサイトのプリクラッシュブレーキ。こちらのデモンストレーションを行います。まあ、アイサイト、今回 X になりまして、いろんな機能が、搭載されましたが、あのアイサイトはまさにここから始まりました。ぶつからない車の代名詞。それがですね、今回あの大幅に進化していましてですね、回避可能な距離、衝突回避可能な速度が、交渉ではですね、60キロとなっています。カタログなどもすべて60キロとなっていますが、本日は特別に80キロまでスピードを上げてですね、回避するというのを、ご覧いただきます。まずですね、最初あの、うちのドライバー阿部の方が、実践いたします。でその後ですね、まあ、お時間の許す限り実際にこう同乗していただいてですね、体験というのを、していただきますので、どうぞ撮影、同乗の方、ぜひ、体験していってください。お願いします。はい、それではよろしくお願いします。じゃあ阿部さん、お願いします。エースとやったら私だって。エースはすげえね。10キロでぶつからんの？いやでもここでぶつかったらちょっといやーね、いやお届けしちゃうよね、ぶつかったら。ぶつかったでもいやぶつかりましたね、言ってさあ、来るよー。あやちゃん80キロだって、ね、学生運動家みたいな。距離あるよ、すごい。こんなんだからね。こんなんだからね。お、お、お。あれ、しましたね。助走しすぎじゃないって言われてます。アイサイト、クラッシュブレーキ、止まれるか。本当に効かない。おお、止まったじゃん。しかも結構手前で余裕じゃん。80キロでも余裕じゃん。しかも結構徐行しながらになるんですね。徐行じゃないよ。徐行にならなかった、少し。ああ、そういうことね。あ、そうです、そうですよ。あの急にドーンじゃなくてね。そう、私そのイメージだったんですよ。ああ、そう。80から0にみたいな。いやこんなんなるかな思ったんだけ ど, なるほど。でもそれは同乗したら分かるね。ああ、いいっすね。外から見るのと中で乗るのとはまたちょっと違うよ。違うかもしれないね。うん、はい、同乗でもいいですよ。同乗。あと両手に乗れます。いいね。あ、そっち行っちゃいました。あ、じゃあ、はい、どうぞ。あ、じゃあ皆さん、シートベルトだけ。はい。シートベルトだけはお願いしますね。はい。お願いします。アングル確認したいんで、いいですか。はい。さあ、あやちゃんが自分でキャーキャー言う顔を撮ろうと。
ね、なんというサービス精神でしょう。じゃあ皆さんシートベルトを確実にお締めください。大丈夫かな。今大丈夫だね。はい、行きます。さあ今度は中から。はい、こちら実際にレボーグ開発したテストコースでお乗りいただくという。これ助走今どのくらい取られてたんですか。助走はだいたい100メートルぐらい、まあもうちょっと近くてもいいんですけど言うても、まあ、80キロぐらいで突入してきますっていうものなので、はい、すごい、ね、こうやって U ターンするの飛行機みたい車乗ってるんですけど、おお離れてる、はい、じゃあ参ります。はい、それでは参ります。はい、ブレーキ踏んでません。おお、そうなんだ。踏んでません。お、はい、こんな感じです。なるほど。システムが本当だ。ブレーキ踏んでくださいって言って、うん、これで停止します。なるほど、はい。なんか外で見てるのと中だいぶ違ってる、ね、外から見るとなんか結構ゆっくり止まっていく感じに見えるのになんかまだ余裕な感じがすると思うんですけど、まあ、これ以上はもうやらない、はい、80キロですよね今のは、ね、今の80ちょっとです。はい、行きます。次は5台編隊。次5台編隊。土日を使ってみる。来た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 。あやちゃん、はい、ここのバンク角やばいよね。何度ぐらいなんですかね。何度だろうな。これだともう本当壁だよこれ。壁。壁。壁。そり立つ壁ですよ。でも遠心力でこういうのはね、うん、思いっきり速度出すんだったら、もうこれぐらいバンク角がついとる方が、速度出しやすい。そうなんだ。うん、オーバルコースって言うんだよねここ。無理こわ。はい。さっきのドライバーさんたち。すごいね。すごいね。ベッターくっついとったよね。しかもなんか普通に社員さんとかなんで土日に練習してるらしいですよ。